ぞ。丸山に5番の岡崎、東三者赤番のホームで抑えました。赤番で抑えて1番の岡田亮太、そして中段から中段は6番の坂田学で4番手、3番武田真一、引いた位置は6番手の3対2対2。赤番で抑えています、人気の1番の岡田亮太が先頭の位置。車間切って一気にかまそうかという3番武田真一、武田がジャン6番手からスパートしていきます。後ろ7番の浅野がちょっと口が開き気味、4コーナー回ってきまして1車になっています。3番武田最終周回です。冷静にこれを出して1番の岡田亮太が番手にはまっている。4番丸山克也が3番手、あとは5番の岡崎康井、ちょっと車間が開いてしまって4番手。2コーナーからバック、前の3人、真ん中3人、後ろ1人といった体勢です。3コーナーカーブに入っていまして、先頭3番武田真一、はまっている1番の岡田亮太が4コーナー手前からどうやら追い込んでくるか。その後ろは4番の丸山克也、どうやら前の3人直線コース、2番手から1番の岡田亮太、追い込んだところがゴール。いや、どういう感じで来るのか全然分からなくて、見ててなんかどうするのかなと思ってて、でもなんか自分のなんだろう、あのもっと自信のあるところからなんかペースでかけちゃったというか、まあ出られてしまったんでちょっと悔しいです。最近だいぶ、はい、かましの感じがだいぶ良くなってきたので、多分早めに仕掛ければ、うん、出れる可能性はあるかなとは思ってたんですけど、まあ、しっかりゴールまで決めました。半年ぐらい前に比べたらだいぶ、はい、足の感じも練習の感じもだいぶ上向きだと思うんで、はい、また来月、来年もまただいぶ生まれるので不安気になると思うので、また2班目指して頑張っていこうと思います。